さてやっていきましょうか。本日のマリオカートですが、設定をちょっと間違えまして、マシン設定グダグダですが、いきましょう。今回は動画では初の重量級をね、使っていこうと思います。さて、このようにホワイトカラーに仕上がってしまいました。今回のゴリラいきますよ。積極的な体当たりによってね、レース展開にプレッシャーをかけていきたいところ。さて、最初に出てくるアイテムは緑。さあ、シュリーさんに攻撃したかったな。これ、後ろ怖いんですけど、後ろ怖いんですけど、大丈夫？ちょっと待って、音がミュートになってるから、後ろの状況が一切伝わってこない。やばいやばいやばい、やばい、イヤホンつけてないんですって。ちょっと待ってよ。今、無音で独り言言ってる状態になってるから、やばいやばいやばい、やばいやばい。で、この人結構速いな。しかし、1ですよ、1です。いい感じですよ、いい感じですよ。ここは降りた方が早いらしいですね。絶好調。コインもすでに溜まっています。いい感じですね。おい、後ろは？おーっと、バイク勢が1人いらっしゃいます。危険ですね。うわー、撃ってくる撃ってくる。話し合えばわかるよ。よしよし、逃げる逃げる逃げるんだ。おーっと、このヘイホーの美しいこのトリプルフリップ、ご覧ください。それに気を取られてね、攻撃の手を休めてくれてるね。いいねいいね、奇跡的に。あー、ゲソー、新鮮だな。今日も新鮮だな。結構近い位置にいますね。しかしこれ、よいしょ。割れた。つらい。後ろは？大丈夫、大丈夫。またあの人が。あー、これは助からない、助からない、助かった。やったー。そしてまた、証拠にもなく、イカ。うわー、水でも落ちない、頑固な炭。あれ、見えない、見えない、ほんと見えない。明日が見えない、希望が見えない。せ、せ、よし、よし、逃げ切ってる。いいよ、いいよ。道端に落ちているバナナが。非常にも真のガードを崩す。そしてこのコインである。まずい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 。あ、でも、毒素入った、毒素入った。 いいよいいよいいよ、1戦目からいいですよ。今日は1戦目から来てますよ。ゴリラ来てるぞ、これ。ゴリラもご機嫌、これは。そしてバナナ、いいねいいね。ガードは完璧です、これで。よいしょ。よいしょ。後ろは？見えない。勝ったぞ、これは。フラグじゃないでしょ、これは。いけるでしょう。どうですか？これがゴリラの力ですよ、皆さん。ぜひとも皆さんもね、ゴリラ使ってね、12人レース、12人ゴリラでうほうほうしていきましょう。やったぜ、ナイスポーズ、ゴール、オッケー、素敵。これは胸ドラム不可避ですわ。これは胸ドラム不可避ですわ。おいえ。いいよ、これ。この間にちょっと音声設定しておかなきゃ、ちょっと。いやー、いいですね。よかった、よかった。さあ、来ました。ヘイホービーチ。行きましょう。今回からですね、動画を3試合固定にしようかなと。画質を犠牲にしたくないので、3試合ぐらいにしようかなと思います。最後、ゴリラが行く。マリオカートの世界をゴリラが行く。さあ、全裸の、ネクタイしてましたね。紳士的なゴリラがビーチに舞い降りる。ドド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 ド
人はコインだから、とりあえず大丈夫ですね。よいしょ。とりあえず今はインをついてね、攻めるとき、今は攻めよう。おい、コインをしっかり回収して、危ないな。しかし当たりませんよ。今日の私は一味違う。ぶっ続けの録画によってプレッシャーをかけていきます。そう、いつもね2時間ぐらい走って動画1個分とかになってるんですけど、まあ、もっとね投稿頻度もちょっと上げたいなと思いまして、はい、なので今回はぶっ続けをね、そう、動画にしていきたい所存。いいペースですよ。あれ、これやばいっすよ。むしろこれはこのままいってしまうと、自分が勝った試合がたまたま3試合続いたから、こいつ動画にしてるでやんすと言われてもおかしくない結果になってしまうのか。あ、そんなことなさそうですね。それはねえよと、天からのツッコミが。あー、これはこれはもう総ツッコミですわ、これは。そんな、あ、やばいやばい、孫子さん、あれ危ない危ない危ない、あれは後ろに炎を投げてきそうな顔してましたね。危ない。ここは欲張らずに堅実にね順位上げていきましょう。痛い痛い痛い、あれあれあれ、まずい。でもまだ来い、まだ来い、まだ来い。よいしょ。そして今回は画質チェックも兼ねて録画設定をいろいろ変更しておりますので、もしかしたら何かとね、あ、ばばばばばばば、
になってるかと思います。よろしくお願いします。あーちょっとやばいやばい、さっきまでの勢いは一体どこへ。あーちょっと待って、赤コーラトリプルはまずい。よしよ、防いだ防いだ。よしよし、赤コーラをね持っている人がいるときは左右に大きく距離を取れば助かることが稀によくあります。稀にね。うわひゃーとか言ってる。ジュゲームが絶対いるんだってこれ。熱っ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 痛そう痛い。ちょっと待って、まずい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 。ここまでいい感じやったやんね、カニさん。カニさんそう思うでしょ。ちょっとちょっと、あまずいまずいまずい、突っ込んでくる突っ込んでくる。アタリアだ、アタリアがいる、アタリアがいる。これほらほらほら、ルイージだ。ほら非常な顔したルイージが、お、こっちこのこのキノコ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 、抜きたい抜きたい抜きたいっつってんでしょうな、ルイージ。おいこれ、いや痛い痛いさあ一回抜かれてからがこれ虚しいぐらいだな、これつらい。まあ重量級を使っても必ずしも1位になれるわけではないと。そう、私のようになぜかねこの悲しいほどにね攻撃を食らってしまう方にとってはもしかしたら中量級軽量級の方がリカバリー効いて強いかもしれないと私は使ってて思っております。サンダープラストゲゾは今やられましたね。しかしですよ、それを乗り越えてこそのマリオカートと言いますかね、乗り越えられないんだけど。ドッスン来て、久々にドッスンしたいんだって、動画でドッスンしたいんだって。ドッスン綺麗じゃん。よっしゃいい顔いい顔しますね。ドッスンの爽やかスマイルに包まれた、そう優雅なステージでのレース、楽しみですね。久々ですね。でも動画でまだやってないステージっていっぱいありますよね。ただどこ、あとどんなステージやってなかったかな、あんまり記憶になくってですね。とりあえず走りましょうか。さあこの兵法、無慈悲なタックルを食らわせてやるぜと思ったけど逃げられたぜ。仕方ないぜ。よし行くぞ。うわっ、さあ後ろでマリオの不穏な笑い声が聞こえて、伸びてくる伸びてくる、マリオがぐっと伸びてくる、当たってくる。さすが我がライバル。あれこの方すご、あコインか今の。これはガード優先ですね。まだまだ攻めてはいけない。そう、ここで無駄に攻めるから私はいつも攻撃を食らうんだ。学習していくべき。さあマリオ、私のケツに甲羅が見えないのか。おお、さすが我がライバルだ。リカバリーが早いですね。ふふふ、うい、あ、ジャンプできなかった。あー、やめてー。あー、やばい。あの緑は危険。避けていくよ。まだ6位。まだ6位です。よし。よし。あっつ、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 あぶ、あぶ、あぶ、あぶ。あー、バナーナ、セーフ。バナーナ。どこにもかしこにもバナーナ。もうゴリラにとっては楽園でしょうね。うほたまらんね。でも食いかけなんだよなあれ全部。でももしかしたらね芯の方にちょっとぐらい残ってるかもしれない。なんでこんなにバナナ置いてあるんだ今回のやつ。ゴリラに対する配慮が完璧ですねこれは。これにはゴリラさんもさすがに興奮してしまいそうですが、後ろはいない。これは流れが来ているのでは、もしかして、もしかして流れが来ている。おいしょ。さーて問題はこのハバネロさんよりも前に、もっと前にいるんですよね1位さんが。どうやって抜くか。お、いいアイテム。これは打ちがいがありますな。まず一発食らってあげましょうか。よし、なあとは任せな。もう一発、これが当たってくれれば抜けるんだが、当たってくれ、これ私の愛受け取ってくれ。クースター、うわあ、不穏な空気、不穏な空気、うわあ、バナナだ、バナナだ、バナナです、皆さん、バナナです。くー、まあ、4位は、まあ、上出来でしょう。うん、私にとっては上出来といったところか。無難。ありがとうございました。あ、キャバちゃん、間に合った?皆さん来ましたよ。ゴリラ in レインボーロード、ゴリラオブレインボーロード、ゴリラザレインボーロード行きますよ。どうしました、今まで私に体当たりして落としてくれましたね。よくも今回は私が落とす番だ。あら無難に。まあさすがにあれか、見えないところでラグがあるだけで意外と被害出てるかもしれませんね。ねえ坊さん、落としてやるぜ。
うほうほう。後ろからゴリラが接近してくる恐怖を味わい。なに、私が落ちる。よし。おおおお、どうも。じゃあな。さあ、私の新しいテクニック、こうやってね、ちょっとブレーキを踏むことによってインをついて曲がれるようになる。だが攻撃は無慈悲に食らうのです。これが結局なくならないと勝てないんだよな。うまくガードしたいんだけどな。よいしょ。うわー怖い、これ不穏な不穏な不穏な緑コラ。よいしょ。さあ、よりインをついていきますよ。おっと、危ない。頼んだぞ。よし、トゲ像担当の方がいらっしゃったようです。今回はいい流れ来てますよ。やめろ、それやめろ、話し合えば分かる。バナナカード、バナナカード。よし、うっほー。そしてスターのタイミングはもう使っちゃおうか。よいしょ。4444、来たよ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 。また上がってきた。今回はいける。伊達にね、あんなひどい惨状に会いつつもレインボーばかり選んでいませんよ。伊達に、私はレインボーで勝ちたいんだ。後ろから不穏な気配が、後ろに投げよう。よいしょ。1位を攻めるのはいつでもできる。よし、今はとりあえず自分の身を守るんだ、それが最優先。よし、ブーメランか。逃げるぞ、すぐ逃げろ。もう一回来る可能性ある。2222、おっしゃ来た。後ろのアイテムは、後ろのアイテムなんだ。よそ見できない、タイミング的に。くれ、これは当たるな。あの人アイテム持ってなかった。痛い、引っかかった。ちょ、猫彦さん、猫彦さん、ちょっと待ってくださいよ。猫彦さん、おお、危ないよ、よ、危ないよ、危ないよ、消えたよ。でも3位だよ、これはもらったよ、やったよ。なんか初めて動画内で結果出たね。成長が見え隠れしたよ、一瞬。やっぱね、攻撃したいんですよ。ガードしろって言われてそうですけど。攻撃でしょ、男は。男は攻撃なんです。